Why not teach me Chinese? Why not? Last time, we'll teach you Chinese. 你好。Repeat after me. 十。今日はピアノ発表会。みんなこの日のために一生懸命練習してきました。緊張しながらも無事演奏終了、うん、しかしこの日の主役はもう一人いるんです。演奏を終えた子供たちに花束を渡しに行く大太郎くん。無事大役をこなし、ちょっと得意げ。続いてこちらの女の子、先生との演奏が終わり、再び花束を渡しに向かう大太郎くん。今見たでしょ。予想外の展開に。ショックですわな、クラショックですわ。納得いかねえ。 This Chinese character means 10 in English. This is its syllable 十. Repeat after me 十。